うかうかしてたらもうこんな時間じゃねえか。そろそろ出向くとしましょうかね。深い深い夜。んじゃあんやろに LINE メール一方入れとくか。そんじゃ俺は出かけますよと送信。の返事早っ。ああ頼んだってそんだけかい。あのさあ、行かないでとか気をつけてとか、可愛い部下にもっと愛情ある言葉はないんすか。と送信。また返事早っ。何今さらあるか。そんなの、そもそも愛情がない。さっさと行ってきれいに片付けて。おお、続きまで来た。俺は俺でやるべきことをやる。表はお前に任せる。へいへい、本命である裏はあんたに任せますよと。そうし、そんじゃちゃちゃっと片付けますかね。案の定フォノン様のお姿も見えないし、ちっとばかし心配だからな。大仕事になりそうだな今夜は。ひど、お前もここへ来るんだろ。出会えるよう祈ってるからよ。俺と戦うまで絶対に死ぬ。お手柔らかに頼むよ。行くぜ。ファーストクローズ。ディバイド。ダッシュ。見誤ったんだよ。押しとーすか。危なすぎる。そっち。せっ。ダブンタ。ダッシュ。ダッシュ。押しとーす。甘いね。ダッシュ。やっと。ジョークさ。さすがだな。あれよっと。やあ。みんな殴り合いなら負けねえよ。どんな才能だ。セカンドクローズ。ディバイド。打ち抜き。あれ。やっ。打ち抜き。手落ち。甘いね。押し通す。逃がさねえ。さすがだな。打ち。打ち。オールセッター。危なすぎる。確率論だ。やっ。やっ。困るね。押し倒せる。ブレイクダウン。勝負は時の運ってね。ウィナー。こういうこともあるさ。相手を倒すのは何も気取った武器である必要はねえからな。硬く重いもんでドカーンと殴る。それだけでいいんだよ。リーチのスピンを近づけるか。おい、パワーと防御か。こりゃ苦労しそうだ。ファーストクローズ。ディバイド。ここだろ。タッチ。ここだろ。行くぜ。それでよくやる。行くぜ。押し通す。よくやる。打ち抜き。いや、逃がさねえ。サウンター。スマイル。おいおい、ウィナーしすぎだぜ。今のセカンドクローズ。ディバイド。セブレロ。
昔話でどんなものでも貫くっていう最強の矛の話があっただろ。俺のこいつとぶつからなかったのが幸運なだけだったんだよ、あれは。おっと、こんな場所でこりゃまた生きのいい学生さんだ。どうした？迷子にでもなったのかい？おいおいおい、たくなんだこの兄さんは。俺が迷子ならあんたの方はそれを取って食う化け物かい？化け物ね。そういう連中なら山ほど見てきた。俺なんざまだその域に達しちゃいないよ。今日の夜、お前さんには悪いがこれ以上はやめておけ。命を落とすなんて若者には似合わないからな。行くなら俺たちみたいな年寄りからがお似合いだ。いやいやいや、俺との年の差なんてあっても数年でしかねえでしょうよあんた。まあそう野暮なこと言いなさんな。心配性で口うるさい先達の言うことは少しは聞いておくもんだぜ。まあ言ってわからぬ輩にはこいつで理解してもらうしかないわけだが。俺が言ってわかるやつに見えるかい？見えないだろ。確かに。ならお前さんにもご理解いただけるよう丁寧に説明しよう。何？ちょいと痛いだろうが、目が覚めたら暖かいベッドの中だろうよ。お、それでオッケー。望むところだ。俺は剣、 EFG の剣ってものだ。英語を打ち、夜を終わらせるためここは通らせてもらう。そうか、それじゃあこっちも名乗っておこう。俺はゴルド、アムネジアの、今は無欲のゴルドってものだ。最初で最後の挨拶になるだろうが、よろしく頼むぜ。なるほど、あんたがあのアムネジアの傭兵さんか。とんでもねえわけだ。俺の目に狂いはなかったと自慢できるな、こりゃ。ファーストクローズディバイド、足元が追い込む。ダウンタウン、ダウンタウン、シャクリがついた。今のも一気に打ち抜き、オンサーオルテンダー、タッチはまた、なかなかだ、スライディング、やっぱ、ダッチはこっちだ、セッ、シャクリがついた。シャクリがついた。今のも、なかなかだ、ノーリャマ、タッチはオルテンダー、今のも、シャクリがついた。セカンドクローズディバイド、ここだよ。ダウンタウン、スライド、いくぜ。あっ、ジーキンサンダー、一番高いな。今のは落ち、やっぱ、シュッ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 カウンター、やっこれ、それでカウンター、やっとぐらいだ。よっしゃ、次の日はカッツ。俺縦越しにこの衝撃って恐ろしいパワーだな、あんた。こんな怪物がうろうろしてるか、世の中は広いね。
するってならしょうがねえ。ぶん殴る。ファーストクローズディバイド。タッチ。ねえ。シャラキ。あぶね。甘いな。ほら。シャラク。シャラクセ。カウンター。よ。ぶち抜き。セカンドクローズディバイド。カウンター。逃がさねえ。まだとがめる。無駄だ。オールセット。カウンター。なめられたまま来るか。カウンター。そこだ。カウンター。カウンター。ジャーキーエンス。バルトマンはいい打ち話にならん。カウンター。カウンター行け。まだ倒れ合わせる。カウンター。逃がさねえ。寝てるすぎる。無駄だ。暗い。今単純だな。そうする。濡れてやるぜ。特大のやつをな。エクスプレイザー。どうだい、俺の拳はヒールだろ。俺相手を倒すのは何も気取った武器である必要はねえからな。固く重いもんでドカーンと殴る。それだけでいいんだよ。相当開始します。いくぜ。ファーストクローズディバイド。打ち落とす。やっ。ここ、いや、カウンター。スイッチ。打ち落とす。前方。やっ。シャラクセ。正面。離れる。あと。いくぜ。守り攻め。押し。オールセット。反撃。カウンター。守り攻撃は。打ち抜く。オータクル。カウンター。強く。スイッチ。カウンター。シュルチャップアート。ちょっとカウンター。押し。そうする。セーフしてる。セーフしてる。カウンター。シャラクセ。離れろ。キープ。自分。おいおい、ウィナー。乱しすぎだぜ。俺。タスクエーラー。配列再生。セカンドクローズディバイド。ダッシュ。おっと。セーフ。危ない。ドッ。カウンター。リカバー。離れ。行くぜ。ドッセイ。アタック。行くぜ。接近ローディスライド。緊急回避。昔話でどんなものでも貫くっていう最強の矛の話があっただろ。俺のこいつとぶつからなかったのが幸運なだけだったんだよ、あれは。起動。無事だったか。いいところで会えたな。どうやら俺の祈りが通じたみたいだ。げっ、剣じゃねえか。よりによってここでお前かよ。俺の祈りは届かなかったみてえだな、こりゃ。こういうのってドラマチックでいいよな。意思を違えた親友同士が最後に恩敵の前で決着をつける。やっぱよ、物語の締めくくりってのはこうじゃないといけねえよ。親友同士じゃねえし、決着なんて重いもんは俺たちにはねえっての。なんで突然長年のライバルみてえになってんだよ。
おいおいフレンド、お前は相変わらず俺に冷たいな。決着させることならあるだろう。どちらが先へ進むかだよ。俺は自分が行った方が勝率は高いと思ってるんでね。お、そこに関しちゃ気が合うじゃねえか。俺も自分が行った方が勝てると思ってるぜ。あら見よ、意志を高えた者同士じゃねえか。互いの意志は変えられねえ。こいつは盛り上がるね。話しても無駄だとは思ってたけどな。しょうがねえ野郎だ。俺が勝ったら素直に引き返せよ。こんなことに関わるのは俺一人で十分だからね。ああ、俺もこんな危ねえ橋渡るのは自分一人で十分だと思ってる。やっぱ俺たち心が違うな。じゃあどっちがこんな危ねえ事件に関わろうって大バカ野郎か、さっさと決めてこの不毛な話を終わらせるとしようぜ。オーケーオーケー、手っ取り早く一番わかりやすい方法でサクッと決めちまおう。どっちが勝っても恨みっこなしで行くぜ。起動ファーストクローズディバイド、いつもアカメント、死ぬになんねえ、勝ちだ、カウンター、無敵、いけ、やっせ、まだだ、カウンター、いけ、いくぜ、体、やっせ、逃がさねえ、まだだ、カウンター、無敵、カウンター、クリーダー、無敵、いくぜ、カウンター、いけ、まだだ、やっせ、やっせ、やっせ、オータクレーダー、やっせ、やっせ、やっせ、逃がさねえ。ウィナーしすぎだぜ。俺死ねえのか、やっぱセカンドクローズディバイド、このデカウンタぶつかめ、逃がさねえ、いくぞ、せいカウンタ、ふっはっ、せいだ、やれやれ、カウンタ、カウンタ、よく死ぬ気にせさねえ、どうせってことねえんだ、ビト下がる、いくぞ、あれよっと、こっからだ、ジョーカーさ、いくぜ、こっからだ、ここだ、ほっと、みなさね、おっと、しっかり、ほら、うめえ、まず、おれよ、ほっと、みた、かぶんた、かぶんた、えいっと、うめえ、やねえ、たすか、しっかり、みなさね、やな、どこだったか、みなさね、どぶなさ、かぶんた、うめえ、はっ、みな、読めな、読めてるぜ、みなさね、へや、みなさね、よっしゃ、どうだ、ふっ、たすか、せめよ、かぶんた、次は負けねえぜ、俺おう、キド相変わらず元気で何よりだ。勝負に関しちゃ俺の勝ち、異論があるなら後で聞こうじゃねえかなあ。一丁このじゃかいものに取り付い稽古お願いしましょうか。ファーストクローズディバイド、シャラクセ王女、くだらないわ、イレカウンタ、ゼムレラ、イチエッエッゼムセブルネドロッゼムセリナゼムセリナ、行くわよ、行きなさい、行くわよ、おたしに行けろ、まるで聞いてなさい、カウンタ、スポールセッサー、私に行くぜ、怖いに、シャラクセ、セカンドクローズディバイド、どうせ私にタッチ、カウンター、シャラクセ、やったー、ブレーキ、ボールセッター、王女、スタンド、ブレーカー、ブレーカー、クタック、クタック、やったー、ブレーカー、ボールセッター、王女、容赦しないで、スタンド、クタック、クタック、ブレーカー、クタック、ボールセッター、ブレーキ、ボールセッター、王女、やったー、
感謝しないから。危ねえ。危ねえ。危ねえ。ブレイクダウン。お疲れさん。いい勝負だったぜ。俺。遮られる視界、間合いの取りにくさ、攻撃の届かないトロー感。どうだ？盾って武具は相手にすると意外に厄介だろう。守るものじゃない、倒すためのものなんだよ、こいつは。よし、ファーストクローズしようぜ。ディバイド、行くぜ。やっ、押し押しと、やっ、蹴った、さあ、行くぜ。おら、やっと、やっ、やっ、やっ、ボールセッター、立つ、やっ、逃がさねえ、行くぜ、やっ、さあ、行くぜ、ボールセッター、もう、ストップ、ブレッ、失敗だ、打って、下げろ、おら、やっ、押しと、そこだ、そこだ、俺が殴り合いなら負けねえよ。やってくれるじゃねえか。セカンドクローズ、ディバイド、おっしゃ、ボールセッター、やってくれよ、やっと、タッチ、やっと、タッチ、やっと、タッチ、シャラクセン、セオレ、いくぜ、ヘッキット、やっと、タッチ、ショックアタック、やっ、タッチ、カウンター、いけ、やばいか、打ち抜き、タッチ、そこだ、カウンター、ブレイクダウン。勝負は時の運ってね、ウィナー、こういうこともあるさ。あぶねー、早すぎて全然見えねえ。勘でさばけなきゃ負けてたな。どんだけ多彩な攻撃なんだかね。感服するよ。いっちょこのじゃかいものに取り付いていくお願いしましょうか。ファーストクローズ、ディバイド、カウンター、いくぜ、カウンター、打ちボールセッター、いくぜ、高くつくおっと、せせ、カウンター、風が、カウンター、かわせる、あ、風、カウンター、カウンター、シュレクセン、おいた、せせん、カウンター、まだやった、逃がさね、左、せめろ、左、ジム、こいつ、あえてルーン高く、カウンター、せん、大事にするよ、見えてる、シュレクセン、まだやだ、いくぜ、押し、ボールセッター、さあ、いけ、おいおい、ウィナー、しすぎだぜ、次は行かせないからね。セカンドクローズ、ディバイド、通じてない、やった、押し、やった、やった、こっちだ、風、おっと、押し、押し、カウンター、カウンター、ちっと、オタクレーだ、よっと、開いた、よっ、カウンター、開いた、おっと、おっと、シャリジマン、おら、やっと、左風、いけてる、たぶん、やった、やめて、そうする、触れてやるぜ、特大のやつをな、いくつかレーター、お疲れさん、いい勝負だったぜ、俺。あぶねー、早すぎて全然見えねえ。で捌けなきゃ負けてたな。どんだけ多彩な攻撃なんだかね。感服するよ。免罪の力を携えた者の気配がしていたのだが、君ではないようだね。驚いた。無縁の者が訪れてくるなんて。ああ、俺のことじゃないな。免罪とかってのはよくわからないが、多分それは俺が倒してきちまったよ。
そして今からお前も倒す。オーケー。倒されるのはオーケーできないが、状況としてはオーケーだ。免罪の力は夜に抗う力。僕らのようなものには効果的でも、君のようなストレートなものとは相性が悪いのだろうか。免罪の力に勝てたとしても、単なる力比べなら僕に分がある。夜より湧き出る無尽の力を携えるこの僕にね。それでも挑もうというのかい？もちろん。力のぶつかり合い大いに結構。望むところだ。正面から殴り合ってどっちが吹っ飛んで立てなくなるか、分かりやすくて最高だよな。夜の無尽の力が湧き出すってのもいいね。結構結構。蛇口をぶっ潰した後、ゆっくり元栓締めさせてもらうからよ。こっちは普段からいい子ちゃんを強いられて全力で暴れるチャンスがねえんでな。うさばらしとは言わないが、最後まで付き合ってくれよ。ああ、この体が夜に溶けゆくまでであれば付き合おう。最後の障害として立ちはだかるもの、長き時の果て、僕が思いを成し遂げる夜、その最後の時、君のような突然の来客に敗れることなどあってはならないのだから。おう、ありがとよ。それでこそ俺も倒しがいがあるってもんだ。ファーストクローズディバイド。ダッシュ、押し込ませる。追い込まれた。シーゴテクセッシュ、ブチボールセッター。やった、押し込まれる。まずいな、読み込む。シャラクセッシュ、カウンター。やった、この力。シャラクセ、まずいな、カウンター。押し通った、カウンター。行くぜ、カウンター。むすげえ円環の中、カウンター。カウンター。まずい、そんなバカな。殴り合いなら負けねえよ。僕としたことが。セカンドクローズディバイド。やっ、押し込まれてった。行くぜ、追い込まれてった。やっ、やっ、押し込まれてった。やっ、セカンドクローズ。行くぜ、変換もない。行くぜ、終わらせよ。ちょっと引き離す。ない、止めてみせよ。はじけとな。行くぜ、これはどう。やっ、ない、はじけとな。ダッシュ、ヒット。カウンター、打ち抜く、オールセンター。追い込まれ、そっち。やったね、立て直す。行くぜ、まさか。そら、行け、立て直す。行くぜ、やっ、よっしゃ、フルパワーで行くぜ。飛べ、ブレイクダウン。ナイスファイトだ。またやろうぜ。ウィナー、俺。相手を倒すのは何も気取った武器である必要はねえからな。固く重いもんでドカーンと殴る、それだけでいいんだよ。よう、気分はどうだい、後の大将。立てないんならこの勝負俺の勝ちってことで。いいか。ああ、悔しいが君の勝ちだ。この僕の最後の野望、こんな子供に砕かれるなんて。なんだよ、子供扱いかよ。やめてくれ。そりゃあんたに比べりゃ若輩者だろうがな。許してくれ。長きを生きると、君たちぐらいの年代はまだまだ子供に見えるものなんだ。そのまっすぐでひたむきな人、僕は敗れたというわけさ。敗者に残された時間はすでにないようだ。妹よ、輪廻に会うことがあった。すまないと伝え。ああ、
後のお姫様だろ。伝えておくよ。だからもう休みな、大将。終わったみたいですね。え？あんたは誰だ？あなたのとこの会長さんにお願いされたので来てみたんですが、どうやら私はもう不要みたいですね。ああ、それじゃああんたが性質のか。はい。これでも深淵のほころびを塞いだり、流れる力を断ったり、陰ながらあなたを助けていたんですよ。少しですけど。やっぱりそうか。なんとなく分かってたよ。永久を生きる魔王ってな、この程度じゃねえだろうなって。それじゃ話は終わりです。会長さんに伝えておいてください。約束は果たしましたからね。で、ああ、来ていただいて早々トンボ帰りになっちまってすまねえな。いえいえ、全然構いませんよ。逆にこちらがお礼を言いたいくらいです。あんな怖い人と戦うなんてことはしたくありませんでしたし。そう言っていただけると俺も救われるってもんだ。最後に一応お疲れ様くらいは言っておきますね。それじゃ。はあ、なんとか勝てたな。うつろの夜、やと英語の兄弟、ギリギリでなんとかなったが、とんでもねえ連中だったな、ほんと。 EFG の立ち上げに巻き込まれた時はどうなるかと思ったが、ま、楽しい思い出にはなったか。さあ、これで全てに一段落。明日からは平和で退屈な日々が訪れる。俺たちの待ち望んだ。会長に LINE ねくらいしておいてやるか。なんか素直に伝えるのもシャクだな。困っちゃん当てでいいか。いやー、もうなんか面倒だ。帰って一眠りしてからにしよう。そうだそうだ、なんたって明日からは平和な日々。夜は明けたんだからな。
ゲームを